さんオーディションの時本当にキレてましたねさんはちなみにこれ裏話をすると、うりたさんも挑戦者として普通に出てくる予定だったらしいんですけどさすがにうりたさんクラスの人、ね、そのアウトローでやっで知られてるし挑戦者として出すんじゃなくてそのゲストの方で出そうってことに直前になってる僕やり取り聞いててでやっぱうりたさんがいたからなんかオーディション盛り上がった感はやっぱありますねやっっぱピキ,って,ピキってましたね。 うんまあ、あんま怖いんでかがれたくないなと思ったんですけどピキってたなって感じですだから本当ですあれはマジでマジでキレてましただスイッチって分かんないですよね人のね、まあ、演出なのかなどうなのか分かんないけど本当に僕が切れてるように思いましたピキってんですよピキってますねピキってましためちゃくちゃピキってました